ゼウス。ゼウス、1982年1月27日隊は、日本のプロレスラー、元プロボクサー、元ボディビルダー。本名、大林健賞。プロボクサー時代は、ゼウスカネヤのリングネームで、中里厚見ボクシングジムに所属していた。階級は、クルーザー級。在日朝鮮人3世で幼少期の名前は、金衆ゲルユー。 金茂正、韓国小読み、金ボヌ、金谷重田、金谷、茂正という通名を名乗っていた。2011年3月11日、日本に帰化と同時に本名を現在の名前に改名。打ち進むで進学した高校を素行不良で退学になり、大阪朝鮮高等学校に入り直したが、またも退学となる。その後、右予曲折を経て、 ボディビルを始めることとなる。ボディビルダーとして活動していた頃は、フライパンを軽々と折り曲げる怪力を TBS 系の番組、オールスター感謝祭等で披露したこともあった。2004年、大阪ボディビル選手権ライトヘビー級優勝。JPC のコンテスト、本人曰く怪力コンテストも優勝経験がある。ボディビルダー時代の20歳の頃に一度、 全日本プロレスに履歴書を送ったことがあったが、その時は採用されることはなかった。2006年、履歴書を送っていた他に、ガンマの誘いもあり、大阪プロレスに入団。11月、ヒールユニット、バッドホースのメンバーとしてデビュー。12月には、デビュー1ヶ月に満たないにもかかわらず、ガイナとのタッグで、大阪プロレスタッグ王座を獲得。 2008年1月にバットフォースを追放されてからは正規軍に加入。2月に行われた団体最大の工業を、大阪ハリケーンでは荒崎人生とシングルで対戦し勝利する。4月には若手選手による新ユニットブラッドガッツを結成して、同月の大阪プロレス9周年工業では、明けぼのとシングルで対戦して破れたものの 200kg を超える。 アケボノを肩車で持ち上げ投げ飛ばすという怪りを発揮した。亀田ダ・コウの顔立ちと大阪出身で、大阪弁のため、ミラクルマンとの交渉で、亀田ゼウスに改名させられそうになったが、試合に勝利し、リングネームを支出した。そのためかハッスルでは、亀田と呼ばれることが多々あった。大阪に参戦していた櫛田との因縁から、ハッスル参戦を、しさ。 5月13日のハッスルハウス、後楽園大会に乱入し、坂田渡るらを、九州、24日のハッスルエイドにも乱入して、川田敏明を、フライパンで襲わし参戦をアピールした。7月27日のハッスル、横浜大会で行われた、ハッスル GP1 回戦の、小・リ・タ・ VS、庄治・明キ戦の試合前に工事を、フライパン攻撃で失神させ、 工事に代わり試合に参戦し圧勝する。8月21日のハッスル後楽園ホール大会では工事のリベンジマッチを受け、これを返り討ちにした。8月23日のハッスル大阪大会で行われた GP2 回戦ではボブサップに勝利する。しかし、9月28日ハッスル名古屋大会で行われた準決勝では川田に敗れてしまった。 10月発する栃木大会ではメインの川田 VS、坂田の途中、感染していた川田の父が発作で倒れた。父の容体が気になった川田だったが、ゼウスが試合会場から救急車へ担いで搬送した。2009年2月、日本人のヘビー級ボクサーを育成したいというオファーを受け、日本ボクシング界にヘビー級が復活したことをきっかけに、 ボクサー転校を宣言し、大阪プロレスを退団。中里、厚見ボクシングジムに所属する。クルーザー級として、ライセンスを取得して12月、ゼウスカナヤとして、プロデビューしたが、デビュー戦は 4R 判定負けとなった。2010年4月22日、デビュー戦のみで協会に、引退届を提出。2010年4月29日、大阪プロレスで、 レスラーに、復帰、同じく、ボディビル出身のザ・ボディーガードとのタッグチーム、ザ・ビッグガンズとして活動。2013年、大阪市京橋にスポーツジムを開設。代表を務める。同ジムのスタッフには、現、DDT ニューアティチュードの吉村直美がいた。2014年、全日本プロレスで開催される、チャンピオンカーニバルに参戦することが発表された。 ゼウスの主な参戦団体は全日本プロレスなどであった。さらには、大阪プロレスを対岸した、ビリー・ケン・キット、ザ・ボディー・ガード、菅沼・オサム、三原・カズテル、オリベ・カツミと共に道頓堀プロレスにも参戦する。9月13日、DDT プロレスリングに参戦する。DDT エクストリーム級選手権試合で王者である、男色 D ノとリング上で対戦相手以外の、 第三者の男性に三秒間キスをするという変則ルールでの王者戦に負けした。試合後、松雪のリレフェリーに求愛をすることになった。2015年2月7日、全日本プロレスで、塩崎剛の持つ三冠ヘビー級王座に挑戦したが、敗北。8月16日にも明けぼのの持つ、同王座に挑戦したが敗れた。8月29日、全日本プロレス公楽園。 ホール大会において、9月1日付で、全日本所属になることを表明。12月23日、大阪府立体育会館第一競技場にて、行われた、レッスルドリームにて、秋山ひとし大森隆組を撃破して、ボディガーと共に第71代世界卓王座となった。その後、2016年のチャンピオンカーニバルでは、優勝戦に駒を進めるも、 関本大輔に敗れ準優勝、三冠ヘビー級王座にも4度、挑戦するもいずれも敗れ、シングルのタイトルになかなか手が届かな方が、2018年7月29日に、地元の大阪府立体育会館第一競技場で、宮原健人を破り、5度目の挑戦で悲願の三冠王者となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。